シュパーブは、イギリス海軍の原子力潜水艦。スーイフト氏は旧原子力潜水艦の三番艦。この名を受け継いだ艦としては十一代目に当たる。シュパーブは、ビッカーズ・シップ・ビルディングエンジニアリング・バロー・イン・ファーネスで九百七十二年三月十六日に、寄港され、九百七十四年十一月三十日、浸水、百七十六年十一月十三日に、 収益した。収益後、シュパーブは世界各地での作戦活動に参加した。シュパーブは北極海の極氷を訪れた最初のイギリス海軍潜水艦であった。1982年のフォークランド紛争の間、シュパーブはジブラルタルから不定期に出撃した。その事実は、シュパーブが封鎖海域を強化するため南大西洋に 公開していたという報道隠しの推測を促すものとなった。実際はスパルタンのみが当時南へ出港していた。しかしながらイギリス海軍はアルゼンチン軍に圧力をかけるためこの推測を否定することはなかった。2001年の対テロ戦争支援のためシュパーブはインド洋で活動した。シュパーブは発電機の試験を行い2006年中頃に復帰した。 2006年7月2日に、シュパーブは乗組員の休息のためジブラルタルに到着した。停泊が予想以上に短期間だったため、スペイン側からの抗議が行われた。シュパーブの公式文章は、怒りとライオンが描かれる。これは、ナポレオン戦争で同盟の艦を指揮した、リチャード・キーツ教の家紋であった。シュパーブは、海軍全体にわたって、スーパーーとして知られ、 非公式の紋章には、スーパーヒーロー、バンブルビーが描かれる。ありがとうございます。